スポーツ情熱レッド今日は現役アスリートのご登場ですこの番組にも初めてということですね、えー、いいですか日本最年長の現役フィギュアスケート選手すぐり文江さんですよろしくお願いしますようこそお越しくださいましたすいませんねこういう に最年長うそうなんです。はい。あの、レディーに年を聞くのは、必ずおいくつにもなりました。はいはい、33になりました。でも、<ー>逆にまだ33なんですよね。変わりないですね。あの、今のフィギュア界では、うん、やはりもう若い方がとっても多いので、うん、まあ、おばさんってい <laughs> う感じですいえいえい,えいえ <laughs> お若い。あのー、ソチオリンピック、も、ま、今日は3日ですから、あっという間ですね、もうね。はい えー、いろんなところから取材の申し込み、そっとしててす、ね、今おかげさまで本当に、えー、あのフィギュアがとっても人気になりまして、うんあの、フィギュアについてもっと詳しく知りたいという、うん、まああの方が多くなったことで、うん、あの取材をいろいろいただいて、結構、専門的なことを聞かれる。はいはい そうですね、ねあの、前回のバンクーバーの時よりも、こう、皆さん、なんてすごくフィギュアスケートがあの、うん、理解し,してきて、うん、もうさらにもっと深く知りたいっていう、うん、あの声をたくさんいただきましす,すみません、今日もね、この生放送出ていただいてまして、はいはい、練習時間大丈夫ですか、あのー、はい。 この番組のために早く切り上げて。<laughs> <laughs> あ、そう。はい、午前中になさってるんですね。すいねはい。はい。<ー><ー>お疲れのところ申し上げませんんす。ありす。はいえー、すぐにふみえさんプロフィールご紹介します。はい。 すぐりふみさんは豊かな表現力で表情のアクトレスと称される日本最年長の現役フィギュアスケート選手でいらっしゃいます。軽やかでスピード感あふれる滑りと独創的なプログラムが魅力で2002年ソルトレークシティオリンピック5位2006年トリノオリンピック4位とオリンピックで2大会連続の入賞。 また全日本選手権では3連覇を含む優勝5回2003年のグランプリファイナルでは日本人として初優勝という快挙を達成されました さらに2006年世界選手権大会2位、四大陸選手権優勝3回などの数多くの輝かしい実績をお持ちでいらっしゃいます。はい。えー、現役のアスリート、現役のスケート選手でありますので、このソチオリンピックもすぐりさんずっとチャレンジを続けてこられたということですけれども、はい、あのー、ま、あ7日の日に開会式が行われます。はい。えー、で、この開会式の前から、今大会、ソチからの新種目、フィギュアの団体戦っていうのは、はい、行われます。はい。 これ、団体戦ってのは実はどんな感じで行われるんですかえ 出場国が10カ国で、4種目男女シングル、ペア、アイスタンスの合計ポイントで順位を競うんですね。で、ポイントの付き方は1位が10点、2位が9点、3位が8点とこう下がって、まあ順位が下になるごとにこう点数も下がっていくんですけれども、はい、まずはショートプログラムで、えー、5カ国に絞るんですね。 あ10か国のうちも 5, 5, 5つに絞っちゃう、はい、ショートプログラムが終わった時点で、はい、その後フリーで優勝を決めるという感じなんですね <laughs> はいはいはいで今のところ、えー、と出場国が、えー、と10か国というのが、うん、カナダロシアアメリカフランス中国ドイツウクライナイギリスでえっ、ー、とあっ一角足りないですねこれ、えー、ごめんなさい <laughs> です日本 国足りないですね、じゃあ、後で調べてみます。はいっていうことなんですけれども、これ、今までだずっと個人戦だったわけですよね、フィギュアっていうのは。団体戦って、すぐりさん経験ありますないです、これ、どんな心理ですかねやはり、もう自分が穴を開けてはいけないと言いますか、ミスをできないっていうのは、すごくありますよね。 プレッシャーあります、ね。かかってくるものが、やはり国でかかってくるので、なかなかもう大変だと思いますね。個人だったら、はい、まあ自分がダメでもまあそれはしょうがないっていう。はい、でも団体になると、要するにまあ、はい、ちょっとこう、消極的に考えと足引っ張っちゃわないかなっていう心配とかってのは出てきちゃうってことですか、はいはい、そうですね。はい。<ー>で、最初のショートの時点で、本当にし次に進めるのが5カ国に絞られてしまうので、もうかなり、 心理的には大変だと思いますね。こう、チーム一つになってくると、例えば、高橋大輔選手みたいな、はい、一番のお兄さんが、はい、行くぜって感じで、こう、引っ張ってくれたりとかすると、やっぱ乗ってくるんですかね。そうですね。うん、あの、本当に、やはりしん、心、 スケートの場合、その精神状態というのがものすごく競技の方に出てしまうものなので、ちょっとの迷いですとか、そういったもので、もうジャンプのこう、成功とこう失敗を分けてしまうものなんですね。なので、チームの中をどう良い雰囲気づくりをするかというところが、ま、とっても、あの、ポイントになってくると思います。 過去2度のオリンピックに出場されていて、はいはい、この時期、はい、いやいや始まるぞって時は、はい、気分を高揚させた方が本当はいいんでしょうけども、はい、実際、スグリさんどうでしたあのやはり平常心で臨むというのが一番ですね、うん、あのやはり調子がいいときというのも、なかなか危険なもので、うん、あのこう、こうイケイケでいってしまいますと、うん どこにこう落とし穴があるかっていうのがわからないんですね。で、よくあの、一般的にこうオリンピックには魔物が住んでるみたいな、こう、あの、ことが言われますけれども、<laughs> えー、あの、本当に試合をやってみないと何が起こるかわからないんですね。本当、うん、ちょっとのミスで、こう、 次に進めないとかっていうこともよくありますので。うん、私も実際、一昨年の予選の時に。零点零二ポイントで、次の <laughs>。試合に進めなかったんです、ね。零点零二。はい。はあ<ー>。なので。えー、もう本当にこう、気が抜けないというか、うん、ほ本当にやってみないと。試合っていうのはわからないです、ね。高校球児がね。はい。甲子園球場行って、はい、お客さんいっぱい入ってるの、見ちゃうと。はい。いつもの自分の気持ちを、こう、へ。 平常心を保てないという。最近は大丈夫になってきたらしい、はい、オリンピックに魔物が住んでるってのは、やっぱりそのオリンピック会場ってのは特別なんですかあの、私は本当にすごくいいイメージしか残っていなくて、はいはい、もうこう、2大会出場した時も、はい、こう、空気がとっても澄んでいて、聖地、うん、にいるみたいな感じだったんですね。はいうん、で、やはりその、 もうオリンピックに出場したことで、うん、とっても人生感が変わったと言いますか、聖地ね、はいあ、やっぱ違うね、いろんな大きな大会、いっぱいあるけども、うそうですね、とってもこう、澄んで、クリアでしたね。ねあさっきの,あのフィギュア団体戦、すべて当たりあの行きます。 カナダ、ロシア、アメリカ、日本、イタリア、フランス、中国、ドイツ、ウクライナ、イギリスの10カ国ということで。イタリアがちょっと、私が間違えてしまいました、はい、<laughs> この10カ国でございます。今回、団体戦があるから、いつものオリンピックより、滞在期間長くなっちゃうでしょいやい、それも大変だと思いますね。ねあの私たちの時は、本当にフィギュアが最後だったので、うん、開会式も日本で見て。<laughs> という感じなんですねですけれども今回長い滞在になりますのでその長い間集中力をかなり高いレベルでキープしなければいけないというのは相当こう負担で集中力を高くこう維持するのっていうのは体力もものすごく使うんですね。なな、はい、なのでで、まあ、なかなかこう団体がが入ってくることで選手がこう あとのシングルの個人戦の方でもどう影響が出るのかっていうのは、あの、ちょっと、なかなか、もう、楽しみというか、うん、あの、こう、今度新しいこう発見があるのかなと。未知ですもんね。須ー、はい、さんが2つの大会の時その選手村にいて、うん、どんな過ごし方してましたそれから、あの、同じやっぱり種目のフィギュアの選手と一緒にいるんですかそれとも違う競技の選手と一緒にいたりとかっていうのは えっとソルトレーコリンピックの時は、他の競技の方と,、えー、っと部屋をシェアして、あのー、という感じだったんですが、うんえー、トリノの時は、えー、一人部屋をいただけて、部屋数が少なかったので、先に競技が終わった方はこう帰国するという,う、はい、流れだったんですね。 であの本当にこうシングルの一人用の部屋にしていただいたという感じなんですけれども。うん、その時結構頻繁に部屋の外出て、他の競技の選手と喋ったりとかって、そういうことはあんまなかったんですかあのフィギュアの、えー、練習というのは、基本的に朝と夜の二部制なんですね。はいえー、で、そうしますと、結構みんな帰ってきてから休んでる。うんうん ご飯を食べて、ちょっと寝たりとか、ゆっくりして、また午後の練習に行かなければいけないという感じなので、結構、あの、もう一日中練習漬けという感じです。そうなんだ。じゃあもう、先週前戻ってきても、ご飯食べ、ああ、ね、みんなみ寝て、よーく寝て、それでまた練習行くっていう。ですね。はあ、そうなんだ。和気あいあいと、ドヒャーン、とカーンとなんかやるってことはないんですね。ないですね。はい。へえ。 ま、今回、あの、ま、すぐりさんの後輩たちが、出場しますけども、はい、はい、やっぱ世代間のギャップとかって感じますどうですか そうですね。うん、あの、やはりは、もう、ルールのことについても、うん、私は、最初の方は6.0法で来てるじゃないですか。うんはい、で今の子たちは6.0が、の、そのルールですらも滑ったことがないというところとかも違いますし、はい。こう、なんて言うんですかね。例えば、こう、ゲームの、 とか、うん、<laughs> ファミコンですけれども、<laughs> <ー>慣れ親しんだ世代ですはい,はい、はい、赤と白のでも今はなんですか、PS ですか、ポ、うん、ータブル性になっますあともうネットでやってますからね、はい、あの線で繋がってないですからね、<laughs> <laughs> そういうところで、ギャップを感じますそうですね、はい、でもやっぱり頼りになる姉さんって感じで見られることもあるんでしょあのちょっと としたあ下のぐらいのこう年齢の子ですと、ちょっとこう先輩気使うみたいな感じなんですけど、最近だと年が私の半分以下の子っていうのももう試合に出てきてるので、そうするとなんかわかんないけど <laughs> ああ、<laughs> あ、ふみちゃんみたいなとかも言う。ええ、そうなの。さばけてますね。あ、ふみちゃんはや。そうそうなんですよ。で面白いですね。その年代によって全然はい。はあ。それでちょっとイラっとしたりとかないわけですね。あ、全然ないですね。それは。あ、当時の時代はみたいな。面白いなと思って。はい。